世界各地に生産拠点を持ち、先進の IoT を用いたグローバル次世代工場の実現を目指すダイキン。その次世代工場の実現のため、2017年から日立との競争プロジェクトが始まりました。日本の製造業において少子高齢化による熟練技術者の人材不足が叫ばれる中、ダイキンにおいても高度な熟練技術を要するエアコン組み立ての銅管の炉付け作業の技能伝承を進めています。バーナーといいまして、火炎を出すトーチがあるんですけれども、そのトーチのですね、母材に向かっての距離でありますとか、角度でありますとか、高さであるとか、いくつもの動作をですね、一瞬にしてやっていくっていうところが一番難しいところだと思っております。7年のキャリアでですね、やっぱりノウハウとして体に染み付いている動作、言葉としてこう伝えるっていう、そこが非常に難しいところがございますね。我々のこの技能伝承委員会が求めているのは、世界同一品質っていうことを求めているわけなんですね。どこの国で作ってもダイキンの商品っていうのは同じだと、そして、いい商品を作ると、こういうことがですね、早く短い時間でできるというメリットが出てくるというふうに思っております。ダイキンの熟練技術者はマイスターと呼ばれ、およそ2000人もいる炉付け技能者の中でも世界でわずか数名しかいません。日立はマイスターと訓練生の作業を比較できる炉付け技能訓練支援システムを構築しました。マイスターの技術を見える化するために、ヒューマン、マシン、マテリアル、メソッドの 4M の観点からルマーダの画像解析技術を活用して、作業者の動きや工具の使い方をデータ収集、解析、見える化してフィードバックしていきました。細かい分析をされてるなと見る視点ですね、それを詳細にこう分解をするっていうことでですね、もっとこう分析がしやすくなるというのが一つ大きくやはり感銘したところです。例えばマイスターと訓練生の炉付け作業の加熱温度評価を見ると、マイスターの方は適正に温度分布が生成されているのに対し、訓練生の方は加熱しすぎの領域が見られます。炉付けっていうものはですね、自分のやってる姿っていうのはなかなか見えないんですね。画像を見ると何をポイントにすればいいかということがですね、分かるというのがまず一つ一番大きなメリットじゃないかなと思います。こうしたダイキンと日立との競争で得た成果をベースに、炉付け作業の統一基準を定め、さらなる品質改善や生産性の向上、熟練技術者の育成につなげていきます。これらの取り組みのもと、現在ダイキンの国内の製造拠点や訓練施設に拡大が進められています。日立はこれからもルマーダの画像解析技術を活用し、お客様との競争を推進することで、より豊かな社会の実現に貢献していきます。